皆さんこんにちは、ムーンです。今回はですね、てるてる坊主刺繍祭りの、イベント応援ガチャですね。で、あのベルナールと星の魔導士シリーズっていうのが出ているので、10連ガチャを引いていこうと思います。石の数的に10連が2回引けますね。まあとりあえず10連やってみますね。はい、じゃあ早速引きますよ。いきます。出るかな。最近ねガチャ動画ばかりで申し訳ないんです。あ、やったー、一発目。わあ、これは嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。そう、前回あれなんだよ、なんだっけ、あの赤ちゃんの子、紫の字幕に出します。で、あの子の時はね、進化素材ゲットじゃないんだけど、進化素材が手に入る、手に入れるの忘れてて、飴を。はい、でも今回はね、そのようなことがないようにね、先週末の特殊素材で飴を集めておいたらね、多分星6にできると思います。普通に育成していったら。やったー、一発目やったー。はい、魔物はね最近ねよく使ってます。あ、ゲオルグだ、袋。はい、おお、かわいい、ナソス。ほう、あんま特攻が手に入らない感じ。あ、あとイレーヌちゃん、おー、すごいね。10連でこんな感じでしたね。ちょっともう一回いっちゃいますか、20連。もうちょっとなんか特攻いろいろ欲しいな。行ってみます。じゃあ20連ですね、今回は。これで終わりにしようかな。はい、いけ。はいはい、おー、ダブリー。あ、やった、紫。おー、すごい。あー、青。うん。おー、じゃあ赤以外の特攻が手に入った感じかな、多分。うん、満足だな。うん、これで十分だな。はい、じゃあこんな感じでした。まさか10連一発目で出てくれると思わなかったので、めちゃめちゃ嬉しかったですね。はい、じゃあ次は、収集イベント本編の衝撃からだけにしようかな。ちょっと考えます。はい、収録していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、サブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。